どうも、小林拓一郎です。ファーマシーコーヒーラボです。ちょっと中入ってみましょうか。実はですね、今週の土曜日です、12月28日の土曜日、うちのお店でバスケットパーティーやります。イエイイエイ、ね、店長です。店長ガチャ君です。ガチャ君です。イエイ。僕がとにかくバスケ大好き。実は店長もバスケ大好き。僕はポートランドトレイルブレイザーズっていうチームが大好きで、店長はユタジャズ、よくわかんないですけどユタジャズですユタジャズっていうチームが大好きです。バチバチじゃないですか、はい、よく言い合っております。はい、そんな中でね、本当は土曜日から販売もしようと思ったんですけど、ちょっといち早く出来上がったので、早速ギャラリーのようにドラーンと並べてみました。ファーマシーコーヒーラボ、いよいよこんなにバスケを押し出したかっていうね。見てください、それぞれ一つずつ、はい、分かる人には分かるかな、ね、レジェンド、そして、通算得点ナンバーワンのスカイフックのあの名人、フリースローの時に顔を触る人、ね、必ずゴールまでボールを運ぶっていう郵便配達員みたいな人、チャンスに強いあの人、ね、そして今この人が、このスーパースターがポートランドのチームに、はい、そして今もうアンストッパブルなこのステップバック3のあの人、ヒゲの人っていうね、ウカタボックというアーティストでですね、こういうコーヒーとバスケットボールが大好きだっていうアーティストにお願いをして、はい、今回このように、はい、T シャツを作りました。イエイ。ちょっと緩めの感じですけど、僕もだから今こうやって着てますけども、ちょっとね、サイズもデザインのサイズもちょっと小さくして、だからちょうどこうジャケット着た時に間からこの顔が出てくる、姿が出てくるっていう、よく見ていただくと分かると思うんですが、はい、バスケットボールの代わりにそれぞれの選手がみんなコーヒーカップを持っております。はい、これもそうですね、コーヒーカップ持っております。はい、これもだから紙コップだったり普通のマグカップだったりとか、いろんなカップのコップを持ってますけど、それぞれ、はいね、バスケットボールじゃなくてコーヒーカップを持っているという、そんな、このシリーズプレイヤー T シャツ、実はですね1枚4000円なんですけれども、まとめ買いっていうのもありますので、ほう、はい、2枚買うといくら、7枚全部買うといくらみたいなね、はいはいはい、まとめ買いもありますので、このあたりを詳しくはスタッフに聞いていただけたらなと思いますので、はい、数量も限定ですので、ぜひぜひ気に入ったプレイヤーがあったらこちらまたお越しいただけたらと思います。店長から一言、カルマロンちょっと言ってみましょうか。ということで、ファーマシーコーヒーラボお待ちしてます。